厚弘、後のことは頼んだぞ。そう言って両親は意気揚々と旅に出た。俺の名前は厚弘。老舗和菓子屋の店主になった40歳だ。俺の家は昭和30年創業の和菓子屋で、地元ではちょっとした有名店である。もうすぐ70歳になる父が店主を務めていたが、半年ほど前。そろそろ引退して日本一周旅行でも行くかな。と言い出した。父と母はこの店をずっと守っていて、長期休みはあまり取っていなかったから、いつか日本一周旅行に行くことが夢だったそうだ。俺は父の下で修行して25年。父はそろそろ俺に店を継いでほしいらしい。いずれその日が来ると思っていたし、俺も昔からこの伝統ある店を継ぐことが夢だった。俺はこの店を守る決心をして、父さんが認めてくれるなら、俺は喜んでここを継ぐよ。と宣言する。父はゆっくりとうなずいた。それから両親は、俺ともともと店を手伝っていた俺の妻に細かい引き継ぎをし、つい先日、ようやく俺が正式に店主となった。両親はニコニコと笑いながら大きな荷物を車に乗せる。後のことは頼んだと言って日本一周旅行に旅立った。お父さんとお母さん、楽しんできてくれるといいね。妻がそう言って笑う。妻は息子の面倒を見ながら店の手伝いをしてくれていたが、息子も中学生になり、少し手を離れたので、妻は店に出る時間が長くなっても大丈夫だと言ってくれた。いつもニコニコして、お客さんからの評判もいいし、俺の両親とも仲良くやってくれている。本当にいい妻だ。納品に行ってくる。父から店主を継いでから、俺はいつものスーパーに納品に行った。このスーパーは、父の代から20年間取引してきている。個人経営の小さなスーパーだけど、地元農家の野菜を扱っていて、安くて新鮮だとお客さんには評判の店だ。他にも地元の名産品なども扱っている。うちの店は生産量も多くないから、こういった場所への納品はしていなかったけど、スーパーの店長がどうしても仕入れさせてほしいと言ってくれて、取引が始まったそうだ。ああ、厚弘くん。ご両親は旅行だって。元気にしてるか？俺が納品に行くと、スーパーの店長が話しかけてきた。おかげさまで、二人で楽しそうなメールが毎日届きますよ。俺が笑いながら答えると、店長はうんうんとうなずいた。ああ、いいな。そろそろ俺も引退して旅行にでも行ってみるかな。店長もうちの両親と同世代だし、代替わりを考えるのも納得だ。でも誰が継ぐんだろう。確か店長の息子さんは全く畑違いの仕事をしていたはず。あまり踏み込んだ話をするのも失礼かと思い、その場は黙っていた。店長は納品書を受け取ると、いつも半年ごとに取引の契約を更新させてもらっていたけど、今後も同じで大丈夫かな？という。はい、父から引き継いでいますので、今後ともよろしくお願いします。俺はそう言って納品を終えた。それから半月後、スーパーに納品に行くと、店長の姿がない。荷物を下ろしていると、いつもいるパートさんが話しかけてきた。あ、おはよう、厚弘くん。実は店長がね。パートさんによると、2日前に店長が自宅で倒れて、救急車で運ばれたという。命に別状はないが、過労もあるようで、このスーパーは急遽、代替わりすることになったという。新しい店長、あの人よ。店長の弟の息子だったかしら。パートさんはそう言って顔をしかめる。俺はその様子を疑問に思ったが、
その理由はすぐに分かった。二代目店長に挨拶をすると、俺をじろじろと見て。ああ、とだけ言う。では、また来週、納品に伺いますので。帰り際にも挨拶をしたが、ぶっきらぼうな顔でこちらを見るだけ。一言で言うと、感じが悪い人である。そして、翌週納品に行くと、二代目店長がやってきた。和菓子屋ってお前だよな。いきなりお前なんて言われてカチンと来たが、なんとか平静を装う。二代目店長は、俺の納品した和菓子をまじまじと見ながら、はぁ、あ、昭和30年創業だからか。と言った。和菓子のパッケージに印字してあるのを見て、笑う。どういう意味ですか？俺は思わず反論してしまう。すると、二代目店長は、俺を馬鹿にするように言った。古臭い菓子なんていらないんだよ。契約終了な。突然の言葉に、俺は慌てる。でも、契約は、俺が話をしているのに、二代目店長はそれを遮る。この店、何もかも古臭いだろ。これから俺が生まれ変わらせるんだよ。俺は頭に来たが、この人に何ができるというのか。契約終了というのはいつですか？そう言うと、店長は答えた。そんな古臭いのはいらないから。今日で終了だ。なんか文句でもあるのか？今まで置いてやっただけでも感謝しろ。横柄すぎるその態度が滑稽に思えて、俺は笑う。ははどうぞ、ご自由に。俺に笑われて腹が立ったのか、店長は、俺の納品した和菓子の入ったカゴを蹴って行ってしまった。その様子を見ていたパートさんが、俺に寄ってきて。ひどいでしょう、あの店長。私たちも、ババアはいらないなんて言われてさ。パートはみんな、辞める予定なのよ。という。あの態度は、俺にだけではないということか。残念な人だな、と思い、店を出た。それからしばらくして、店に立っていた妻から、今日来たお客さんの話を聞いた。かなり年配のお客さんで、今まではあのスーパーで買っていたが、うちの和菓子がスーパーからなくなってしまい、来客があるからとわざわざバスに乗って買いに来てくれたらしい。その後も同じようなお客さんが何人か来た。そしてみんな口を揃えて、あのスーパーは品揃えが悪くなり、値段も高くなったという。以前からの従業員が減り、若いアルバイトが多く、レジも雑だし、遅いと言っていた。どうやらお客さんは、あのスーパーから、向かいの大きなスーパーに流れているようだ。うちがあのスーパーに納品していたのは、結構な数だったから、それが、いらないとなると時間が空く。今はその空いた時間を利用して、新商品の開発に力を入れている。前から考えていたものを完成させ、店での売れ行きもなかなかだ。するとある日、店に出ていた妻に呼ばれた。俺の前に現れたのは、スーツを着た、俺と同年代くらいの男性で、前田と名乗る。聞けば、スーパーの店長だという。しかも、あのスーパーの向かいの大きなスーパーだそうだ。以前からうちの和菓子を扱いたかったけど、俺の父に断られたことがあるらしい。理由は、あのスーパーで扱っているのは店長が昔からの知人だったし、手作業で作っているので納品できるほど作れないということだ。前田さんは、最近あのスーパーでこちらの商品扱ってないですよね。もし取引をやめられたのであれば、ぜひうちで扱わせていただきたいんです。
と熱弁。前田さんは、あのスーパーでうちの和菓子を買っていたというお客さんから、あっちのスーパーでは取引をやめたようだし、こっちで取り扱ってくれないかと聞かれたらしい。しかも、一人ではなく何人もだ。嬉しいことに、あのスーパーにうちの和菓子目当てで通っていた人もいたそうだ。前田さん自身もうちの和菓子が大好きだという。どうしてそこまでうちの和菓子をと聞くと、男性の祖父がうちの常連だったらしく、幼い頃から親しんだ味だし、お客さんが残念がる気持ちがわかるからだそうだ。そう言ってもらえたことが嬉しくて、俺は前向きに取引を検討したいという。そして前田さんのスーパーとの取引を始めた。市内に3店舗持っていて、そちらでも扱わせてほしいというので、今までよりも忙しくなる。するとしばらくして店に電話がかかってきた。電話の相手は、俺だ、神山だと怒鳴ってくるが、俺にはそれが誰だかわからない。俺が困惑していると、俺のことがわからないなんてとんだ恩知らずだなと怒鳴り散らす。どこかの取引先の人だろうか、それとも間違い電話か。俺は冷静に話を聞き出すと、ようやくその相手があのスーパーの店長だとわかった。今さら俺に何の用だ。それに何の恩もないのに恩知らずとは。そう思っていると、神山は強い口調で言った。向かいのスーパーに納品するなんて聞いてないぞ。どういうことだ。俺はため息をつく。ああ、うちがどこに納品しようとあなたには関係ありませんよね。しかし神山の勢いは止まらない。ライバル店に納品するなんて契約違反だ。突然わけのわからないことを言ってくる。契約違反なんてしてないですよ。そんな契約交わした覚えもないですし。俺は冷静に言うが、神山はひたすら怒鳴ってくる。わざわざそんなこと契約しなくてもわかるだろ。おかげでうちの売り上げに響いてるんだよ。売り上げが下がった分お前に請求するからな。あまりに無茶苦茶な言い分に俺は反論できなかった。普通に考えればわかるだろ。今まで世話になっていたうちのライバル店に同じものを納品するなんてどういうつもりだ。損害賠償を請求するからな。覚悟して待ってろ。電話はそう言って切れた。妻が心配そうな顔でこちらを見てくるが、俺は笑顔で心配ないと伝える。実際そんな請求をされたところで無効だし、ライバル店に納品してはいけない決まりなんてない。そもそも勝手に取引を中止にしたのは向こうなんだから。まあ売り上げが下がって虫の居所が悪いんだろう。それから数日後、店に封筒が届く。開けてみると神山からの請求書だった。うちがライバル店に納品して売り上げが落ちたからという理由で200万円を請求すると書かれている。しかも手書きだし汚い字だ。本当にこんなものが届くとは思わなかった。俺は念のためにいつもお世話になっている弁護士に相談したが、もちろん払う義務はないと言われ無視をする。でも神山はしつこく何回も電話がかかってくる。早く損害賠償払え。電話を取るとそんな怒鳴り声が響く。本当にこの男は一体何なんだ。払う必要がありません。弁護士にも確認しました。俺は何度もそう言うが、電話は続いた。他のお客さんや取引先からの電話もあるので、電話に出ないとか電話線を抜くなんてこともできない。だから店に電話してくるのはやめてくれ、話があるなら顔を合わせて話そうと言っているのに、神山は聞く耳を持たない。それが3日続き、ついに俺は堪忍袋の尾が切れた。
さっさと金払えよ。こっちは迷惑かけられてるんだよ。もはやスーパーの店長ではなく、何かの取り立てのようだ。俺はいい加減、頭に来ているので、相手の態度なんか関係なかった。こっちの方が迷惑ですよ。何回も電話で怒鳴られて、ありもしない請求をされているんです。いい加減にやめてください。神山は怒鳴り返す。だったらさっさと金払えよ。その一点張りなので、俺はきっぱりと言った。払いません。払う必要がないからです。むしろ払っていただくのはそちらの方ですよ。すると、神山はようやく俺の言葉に耳を傾ける。はあ、何言ってんだよ。俺は目の前に用意してあった契約書を読み上げる。私の父と前の店長、つまりあなたの叔父の間では、1年ごとに契約の見直しをしていました。契約書には取引を終了する場合には、1ヶ月前に申し出ることが記載されています。勝手な契約解除には違約金がかかることも書かれていますよ。これは店長が変わったからって無効にはなりません。神山が黙り込んでいるので俺は続けた。あなたに契約終了だと言われた時にこのことを伝えようと思いましたが、聞く耳を持ちませんでしたよね。それに突然店長が変わってわからないこともあるだろうと、後から違約金を請求することもしませんでした。あなたの態度には頭にきましたけど、前の店長に免じて目をつむろうと思ったんです。でもあなたがわけのわからない理由で請求書を送りつけ、しかも何度も電話をしてくる。それならこっちだってきちんと契約書に書かれている違約金を請求したって問題ないですよね。そう言うと黙っていた神山が慌て出す。おい、ちょっと待て。もちろん俺は待ったりなんかしない。今からそちらにお伺いしますね。神山の反論は聞かずに電話を切った。俺はすぐに神山のスーパーに向かう。前田さんのスーパーへの納品は業者に頼むようになっていたから、ここに来るのは久しぶりだ。前田さんのスーパーは活気にあふれているが、神山のスーパーには人気がない。俺は唯一見かけた従業員に神山を呼んでもらった。そして請求書を叩きつける。これが契約書です。こちらにもあるはずですが、念のためにお持ちしました。よく読んでもらえますか？ここに書いてありますよね。神山に今までの勢いは感じられない。きっとこの人は対面すると強気に出られない人なのだろう。だからうちの店に来ることも呼び出すこともなく、ひたすら電話をしてきたのだ。こんなの払うものか。神山は勢いのない声で反論してくる。俺は続けて言った。それと何度も店に電話してきたことで業務妨害、不当な金銭を要求してきたので恐喝、これに関してあなたを訴えますからね。神山は一気に青ざめるが震える声で言う。そんな証拠もないのにできるものか。俺はにやりと笑った。電話の声はもちろん録音済みですよ。こんなことするつもりじゃなかったですけど、何度言ってもやめてくれないんで仕方ないですね。うちの店の営業にも支障が出ますし、あなたが電話をしてきていることでお客さんからの注文が取れなくて売り上げに響きます。ああ、これも請求していいんですかね。証拠があると分かった神山は青い顔のまま、待ってくれ、謝るから。違うんだ、これには訳が、と言ってきた。俺はひとまずその訳とやらを聞くことにする。和菓子を買いに来る客が意外と多かったんだ。それで客足は遠のいて、向かいの店で取り扱いを始めたからって客はそっちに流れた。うちの店は見ての通りだよ。これじゃ経営が苦しくて。
俺はスーパーの方をちらりと見る。お客さん一人もいませんね。向かいのスーパーにはあんなにいるのに。そう言うと神山が声を上げて言った。そうなんだよ、わかるだろう。俺はすがりついてくる手を振りほどく。でも俺には関係ありませんから。勝手に契約終了を通告したのはあなたです。それに古臭いのはいらないんでしょ。前の店長の時は昔からのパートさんも多くて和気あいあいとしているのが俺から見てもわかりましたよ。そのパートさんもあなたのせいで辞めて商品も入れ替えて生まれ変わったんですよね。その結果がこれでしょ。全部あなたの力量ですよ。自分の失敗を人に押し付けないでください。俺はそう言って請求書を置いてスーパーを後にした。後日弁護士を通じて正式に請求し、違約金は支払われ、業務妨害と恐喝に関しては示談を受け入れた。新しい和菓子の取引の件で前田さんに会うと。そういえば向かいのスーパー今休業中ですよ。やっぱりあの店長が悪かったみたいですね。という。前田さんは前の店長とは交流があったそうで、前の店長の容態が安定したことも教えてくれた。しばらくして前の店長がうちの店にやってくる。老いが申し訳なかったと頭を下げてくれたが、俺は、これ新作の和菓子です。よかったら食べてみてください。と、和菓子を渡した。その様子に横にいた妻がほっとした顔をする。前の店長は具合も良くなってきたから、甥っ子を追い出して再び経営を始めたそうだ。休業にしていたのは、甥っ子の神山がめちゃくちゃにした経営を立て直すためだったらしい。するとそこへ、厚弘、元気か?とタイミングよく両親が店に入ってきた。突然のことで俺は驚いたが、日本一周旅行の途中で一度家に寄りたくなったそうだ。そこで前の店長と楽しそうに話をしていたので何よりだ。ちなみに神山はスーパーを辞めさせられた後に貯金がつき、お金を増やそうとギャンブルにはまった結果、借金苦に陥っているらしい。甥っ子はとんでもない奴だが、俺には関係ないと、前の店長が怒りながら教えてくれた。俺は伝統を守りつつ、新作の和菓子も販売。最近では息子が店に興味を持ち始めているので、将来継いでくれるといいなと楽しみにしている。中村、お前クビな。ある日俺は40年間人生のすべてを捧げた会社からクビ宣告された。自分自身が否定されたようなショックを受けて俺は落ち込んだ。しかしこれが元で人生が激変するとはこの時の俺には想像もつかなかった。俺は中村、58歳だ。高卒で今の会社に勤めてもう40年になる。うちの会社はスタートアップの支援企業だ。何か商売を始めようと思った時、商売のアイデアはあっても事務の知識は全然ないことが多い。うちはビジネスを始めたい人を支援し、裏方での業務を引き受ける専門会社だ。今でこそうちみたいな会社はたくさんあるが、創業当時はかなり珍しかった。俺の役職はずっと次長だ。遥か昔に人事部や上司から昇進の打診があったが、このままでいいと断った。第一線でお客様に関わり続けたかったからだ。今では考えられないが、当時24時間働けますか?というテレビ CM が流行ったくらい、ビジネスマンはいつでも働くもので、バカ高い栄養ドリンクを飲んで、徹夜で頑張るのが当たり前だった。若かった俺は時代の影響をもろに受け、人生のすべてを会社に捧げたと言っても過言じゃない。俺の働いてきた40年は本当に
激動の時代だった。今の若者たちはパソコンがない世界なんて想像できないだろうが、1990年代の前半までパソコンの普及率は 10% 程度だ。俺の入社当時はワープロで書類を作って、電卓で手計算して見積もりを出していた。その時の上司から、今はワープロと電卓なんて便利なものがあるが、昔は手書きでそろばんだったぞ。なんて言われたのを覚えている。この思い出を飲み会の時に部下に話したら、またまた冗談ばっかり。と大笑いされ、まともに信じてもらえなかった。今では電話をせずにメール一本で連絡を済ます。直接訪問せずにネット会議で取引をする。少し昔なら不義理だと言われたことも問題ない。ただ俺は昔ながらの仕事のやり方も好きだった。もちろん昔のやり方が全て良いとは言わないが、長年この仕事をしてきた俺だからこそできるやり方を定年まで貫きたいと思っていた。俺もあと2年で定年だ。現場に残る同期といえば部長の阿部くらいで、実は最近社長も交代した。よくある話だが、社長の長男が継いだのだ。その新社長が経営方針を薄利多売に変えた。2006年から最低資本金制度が撤廃され、1円以上で会社を設立することができて、株式会社を設立するハードルはぐっと下がった。年功序列や終身雇用はほぼ崩壊し、今は副業が推奨される時代だ。だから新社長は安いプランで新規の会社をたくさん抱える方が儲かると考えているのだ。おい、また残業か？遊んでいるんじゃないだろうな。部長の阿部がいつものように俺に怒鳴ってきた。違います、調べ物ですよ。俺はため息をつく。中村次長、それ今見る必要あります？マニュアル通りやればいいじゃないですか。阿部の腰巾着の佐藤があざけるように言ってくる。佐藤は俺の部下でもあるのだが、阿部にべったりだ。最近総理がスタートアップ支援の強化を打ち出したのをご存じないんですか？そのマニュアルを修正する必要があるんですが。俺が言うと、そんなのバカな若者にはわからないんだ。今のままでいい。どうせ政策なんてコロコロ変わるんだから。どうしてもやりたければタイムカードを押せ。そうですか、わかりました。俺はおとなしくうなずき、タイムカードを持って席を立った。とにかくこの場から離れられるならそれでいい。阿部が断るごとにパワハラまがいの言動をするのは長年の恨みとストレス発散だ。すぐパワハラだと騒ぐ若い社員と違って俺は何も言わない。だからこそサンドバッグ代わりにされるのだが、でも他の若い社員が犠牲になるよりはマシだと思って我慢している。もともと阿部が俺を嫌う理由は営業の方向性の違いだった。阿部はとにかく効率重視だ。客や取引先を数字でしか見ていない。相手にとって最も良い提案や契約を追求するより、自分がどれだけ楽に利益を出せるかを優先する。だから阿部は常に売り上げがナンバーワンだった。周りは阿部をもてはやしたが、俺は俺で阿部のやり方が嫌だった。せっかく取引をしてもらうなら、うちを選んでよかったと喜んでもらいたい。そう思ってやってきたおかげで、昔から俺は取引先からの評判が良く、顧客満足度ナンバーワンだ。俺を指名する口コミや紹介も多い。
阿部はそんな俺をごますり野郎と嫌っていた。先代社長はどちらのタイプも必要だと、俺のことも阿部のことも否定しなかったが、新社長は完全に阿部と同じタイプだった。阿部が新社長に俺の悪口を吹き込むせいで、俺は昔ながらのやり方に固執する老害扱いだ。例えば俺が予定表に出張と書き込むと、直接訪問、交通費が無駄だろう。と新社長は文句をつけてくる。先方の希望で会って話がしたいとのことなんですが、俺が理由を言っても、メールで済ませ。それにこの会社は今順調に動いているじゃないか。必要ない。と、ろくに話を聞かず却下する。新社長と部長が率先して俺をやり玉にあげるわけだから、部下や他の社員たちも俺を老害扱いするようになってきた。そんなある日、出社したら阿部がニヤニヤしながら待ち構えていて、中村、お前クビな？と言ったのだ。まさに寝耳に水とはこのこと。俺は突然人生のすべてを捧げた会社からクビ宣告されたわけで、自分自身が否定されたようなショックを覚えた。は？クビ？なんでだよ。クビになるようなことは何もしていないぞ。それにあんただってこんな急に社員をクビにできないことは分かっているだろうが。俺が丁寧語を忘れて大声を出しても、阿部は余裕しゃくしゃくだった。お前のパワハラを証言する部下がいるんだ。は？俺がパワハラ？パワハラをしているのはあんただろ。散々俺を罵倒してきたじゃないか。違う。俺は部長として、会社の方針に従わない社員の教育をしていただけだ。阿部はそう言うと、後ろに控えていた部下の佐藤を見た。ほら佐藤、言ってやれ。佐藤は阿部と同じようにニヤニヤしながら、僕は中村次長から飲み会の席で、昔は手書きで電卓を使っていたから、今もそうしろと強要されました、と、すまして答える。俺が入社した当時の先輩の話をしただけだぞ。俺は呆れて突っ込むが、佐藤は、それだけじゃないです。メールとかネット会議で済むのに、訪問するように言ってきたり、ぐだぐだ精神論みたいなことを語ってきたり、これはパワハラだし、業務妨害ですよ。と言って譲らない。パワハラは相手がどう受け取るかが問題だからな。お前がパワハラだと思っていなくても、部下の佐藤はパワハラだと言っている。精神的な苦痛を味わったとして、心療内科の診断書も用意してあるから、証拠は十分に揃っているんだ。いくら阿部が俺を嫌いでも、俺をクビにするためにここまでするとは思っていなかった。社長はこの件を知っているのか？俺が用心深く聞くと、阿部は、ああ、もちろんだ。社長がお前の処分を決定した。元同期の俺が一足先にお前に伝えてやっただけだ。心構えができるようにな。と答えたのだ。ただ自分が俺を陥れたかっただけじゃないか。完全にはめられた。そう思ったが、もう遅いだろう。わかった。すべてお膳立てがされているなら俺が引こう。こうして俺は突然クビ宣告されたわけだが、結局は自主退職という形に落ち着いた。正式に退職するまでの1ヶ月間、俺はずぶとく会社に残った。若いやつなら次の日から出社しないなんてこともあるんだろうが、俺はそこまで軟弱じゃない。気持ちを切り替え、取引先を回って挨拶をしたり、残った仕事をまとめたり、忙しく過ごした。
長期出張中で連絡がつかない会社もあったが、それはもうしょうがないだろう。それではお世話になりました。相手が礼を書いたからといって、俺は同じレベルにはなりたくない。俺が挨拶をすると部下の佐藤が、やめてくれてあざっすと軽く言ってきて、部長の阿部も、人件費の削減だな、これで会社をもっと効率化できると笑う。俺は立つ鳥後を濁さずだと無言で40年間勤めた会社を去った。これを機にのんびりしてもいいかなと思っていたが、ありがたいことにいろんなところから再就職のお誘いが来たのだ。でもしばらくは休暇を楽しむことにして、今日は映画を見に行った。映画館を出てスマホの電源を入れると、不在着信や留守電やメールがたくさん来ていた。会社からと部長や部下の個人のスマホからもかかってきている。とりあえず会社からの留守電を聞くと社長からで、頼む、すぐに会社に来てくれとだけメッセージが入っていた。念のため部長の留守電も聞いてみると、やはりすぐに会社に来いという内容だ。電話をして済ませようかとも思ったが、ちょうど近くまで来ている。俺は会社に行くことにした。社長室には社長だけでなく、部長の阿部と部下の佐藤の姿もあった。お電話をいただきましたが、何のご用ですか？俺が聞くと社長が、君は一体何者なんだ？と叫んだ。何者って、今はただの無職の男ですが。俺が困惑して言うと阿部が、お前が辞めた途端、取引先が次々に取引中止を申し出てきたんだ。長年取引があった優良企業ばかり42件だぞ。お前なんかしたんだろ？と大声を出す。42件、まあそうでしょうね。俺はその取引先のそれぞれの社長の顔を思い浮かべた。俺が辞めることで取引を辞めるだろう取引先は大体わかっている。分かっていないのは社長たちだ。なんで取引先が取引をやめたのか分かりますか？俺が聞くと阿部が、だからお前が何かしたんだろ？営業妨害だぞと見当違いなことを言ってきた。俺は首を振る。違いますよ。そもそもうちの取引先は経営者一人でスタートする会社が多い。だからうちみたいな会社の手助けが必要です。でも自分のところで事務員を雇えるようになれば取引をやめてもいいわけです。それでもうちとの契約を続けてくれたのは俺がいるからだと言われていたんですよ。俺がいなければ続ける意味がないからと、俺の退職後に合わせて取引をやめたってだけです。自分で言うのは少し気恥ずかしかったが、俺はこの際、すべて言ってやろうと口に出した。それは自意識過剰なんじゃないか？ただ、客に媚びを売っていただけだろ。当然、社長と阿部が口々に俺を否定してくる。違いますよ。まず媚びを売るって発想がおかしいんです。社長も部長も、売上の数字だけを見ていますが、俺たちは人を相手にしているんです。人の本音や心は数字ではわかりません。俺は取引先の新米社長たちに寄り添い、会社を立ち上げたばかりの不安な時期を支え、相談に乗り、絶対的な味方になって安心してもらうことが、この仕事で最も大切なことだと思うんです。これが俺の本音だ。即座に阿部が、そんな非効率なことをいちいちやってられるか！と怒鳴り返してきたが、俺は冷静に、
別に俺は自分のやり方をあんたに押し付けようとは思わない。先代の社長は俺のやり方もあんたのやり方もどちらも認めてくれた。ただ俺のやり方を望んでいる経営者もたくさんいたから、その結果が取引中止だったってことだよ。と告げる。俺の言葉に社長たちは黙り込んだ。その時だった。すみません。約束の時間だったので通してもらったんですが、お話は大体聞かせてもらいました。社長室のドアが開き、俺もよく知っている取引先の吉田社長がやってきたのだ。例の連絡がつかなかった取引先だ。お恥ずかしいところをお見せしました。俺が慌てて謝ると、社長たちも頭を下げた。いえいえ、実は中村さんが社長室にいるって聞いて、無理に通してもらったんです。今日ここで中村さんに会えて本当に良かった。ぜひ我が社に来てください。今までの給料の2倍、いや3倍は払いますよ。吉田社長は今まで海外の奥地に買い付けに出ていて、俺が辞めることを今日知ったそうだ。慌ててうちの会社の社長にアポを取り、取引中止と俺の行方を聞きに来たという。そういうわけで、うちが取引を中止する43社目ですね。あなたたち、中村さんの能力を見誤りましたね。こんなすごい人の恩恵を今まで受けてきて、全然理解していないんですもん。あっけらかんという吉田社長に、うちの社長も安倍も佐藤も何も言い返せない。うちの会社は、中村さんに支えてもらってここまで大きくなったんです。一人で働いてきた時もお世話になったけど、従業員が増えても御社と取引を続けていた理由は中村さんがいるからでした。私は腐っても社長だし、ついてきてくれた社員たちには弱音を吐けない。中村さんにはたくさん愚痴も弱音も聞いてもらいました。中村さんには本当にお世話になっているんですよ。会社を大きくしたのは吉田社長自身のお力です。またまた、中村さんの知識やノウハウがなければ本当に大変だったんですから。中村さん、あなたは無欲すぎるのが唯一の欠点ですよ。パソコンも普及していなかった時代、必要な知識を得たり、手続きをしたりするのは一苦労だった。世の中が目まぐるしく変わり、法律や条例なんかもコロコロ変わる。せっかく新規の会社に有利な補助金制度が出てきても、政府がわざわざ一つ一つの会社にその補助金が使えるかどうか教えてくれるわけじゃない。俺は自分からアンテナを張って積極的に行動して、取引先に伝えていた。今まで取れる資格も全部取ってきた。簿記、マーケティング、ビジネス、マネジメントに関する資格。専門的な知識が欲しいとき、相談したいときに、自分が専門家になれば早いと思ったからだ。それだけじゃないですよ。中村さんには豊富な経験もありますからね。吉田社長が俺がいかにすごいか力説してくれるので、俺は照れくさくてたまらなかった。社長たちもポカンとした顔で吉田社長を見ていた。毒気を抜かれたのかもしれない。ありがとう。もう勘弁してくれ。さあ、ぜひどこか別の場所で話をしませんか。吉田社長はうちの社長たちを無視し、俺に外に出るように言ってきた。ちょっと待ってくれ、中村君、首は撤回する。どうか戻ってきてくれないか。そんなに優秀だとは知らなかったんだ。社長が我に返って俺を引き止める。遠慮しますよ。老害扱いされて、やってもいないパワハラをでっち上げられて、
辞めさせられたんですよ。誰が戻りたいと思いますか？責任を取って阿部と佐藤を辞めさせるならどうだ。は？ちょっと待ってください。なんで僕が？辞めさせるなら阿部部長でしょ。佐藤が慌てて抗議をし、阿部が、なんだと？長年会社でトップの売り上げを誇る俺を切り捨てるというのか？と怒り出す。社長と阿部と佐藤の三人で醜い言い争いが始まったので、俺は、あとはご自由にどうぞ。俺は今まで会社に人生のすべてを捧げてきたんです。でもこれからは自分で好きなように人生を歩んでいきたいと思います。とだけ言い残し、吉田社長と共に社長室を出た。その後、俺が長年担当していた取引先のほとんどが取引を中止してしまった。それだけじゃない。今まで俺が新しい補助金制度や仕組みができると分かりやすい社内用のマニュアルを作っていたが、今では誰もしていないため情報が滞って大変らしい。俺がいなくなって阿部のパワハラが佐藤や他の若手社員に向き、社内はガタガタ。佐藤も阿部も居づらくなって辞めたという。すべての歯車が狂い出し、辞める社員や阿部のパワハラを訴える社員が出てきたそうだ。社長から、頼む、戻ってきてくれと泣きの電話が入った時に聞いたが、戻るのは丁重にお断りした。俺はといえば、吉田社長の会社に入り、今は楽しく働いている。いきなりクビになった時は驚いたが、今となっては楽しい第二の人生の幕開けとなったから、これで良かったのかもしれない。お前ができないって言えば俺に仕事が回ってくるはずだ。今の仕事で手一杯なのでできませんって言えよ。俺の仕事を奪いたい同僚は無茶なことを言ってくる。だがせっかくのチャンスを譲る気なんて全くない。俺たちが睨み合っていると、そこへ救世主が現れた。俺の名前はソータ。学生の頃から憧れていた広告代理店の営業をしている。担当したイベントが成功したり、プレゼンが採用されたりすると達成感を味わうことができるのだ。これがたまらなくて、多忙で大変な仕事だがやめられない。今日も新たな取引先から仕事をもらったので、企画を考えているところだ。パソコンに向かってブツブツつぶやいていると、また残業か？凡人は大変だな、と嫌味に声をかけてくる奴が現れた。人のことを凡人呼ばわりするこいつは同僚のケン。うるさいな、集中させてくれよ。俺はあっちへ行けとジェスチャーする。昨日も接待だったらしいじゃん。自分の時間を削らないと仕事をもらえないなんてかわいそうだ。ケンはバカにするように言ってくる。営業は成果主義なので、取引先から仕事をもらえばもらうほど給料が上がっていく仕組みだ。成果主義はきついこともあるが、俺の性格には合っている。取引先と密にコミュニケーションを取るためには、深夜まで飲み会にお付き合いすることも少なくない。俺は飲み会などワイワイするのが好きな性格で苦痛ではないのだが、しかしケンは俺のやり方が昭和だといじってくる。ケンとは同期であり、同じ営業部に配属された。有名私立大学を卒業しており、派手な見た目のケンは入社時から先輩たちから注目されていた。大学時代から続けている SNS にはアナウンサーやモデルとの写真が多く載せられている。また親が芸能関係の仕事をしていることから、親のつてで仕事をもらってくることが多いのだ。反対に俺は地方大学出身で、業界に何のつてもない。見た目も普通だし、特別な能力もない俺は地道に取引先を増やしていくことしかできない。接待に行けば相手の好みや趣味をメモに取り、
次の話題へとつなげる。こうして真面目に取引先と向き合っているうちに、少しずつ仕事が増えてきた。逆にケンは親のつてばかりで自分で努力しようとしない。じわじわと俺とケンの成績に差が出てきたからか、最近は目の敵にされるようになった。ケンからしたら俺みたいな地味な奴が取引先に可愛がられているのが気に入らないのだろう。ケンは俺にうざがらみすることや、俺が上司の悪口を言っているとしょうもない噂を流してストレスを発散しているようだ。真面目な俺に限ってそんなことは言わないだろうと、上司や他の同僚も噂を信じないことが救いである。そんなある日、俺は課長から呼び出された。厳しい人だが仕事ができるので、俺やケンの憧れの人である。君に重大会議の担当を任せたい。出席者が多いから大量の弁当の発注や資料の準備をしてもらうことになる。まさかのことに周りもざわついた。重大会議とは取引先に向けて行う最後のプレゼンのこと。取引先はうちの会社に仕事を頼むか、ライバル会社に頼むかで揺れているところらしい。そのためどうしても失敗できない大事な会議だ。本来なら俺の先輩が課長の補佐をする予定だったが、体調を崩してしまい急遽休職することになった。その代理に俺が抜擢されたのだ。できます、やらせてください。俺は勢いよく手を挙げた。イベントが成功すればさらに大きな仕事を任せてもらえるかもしれない。周りから頑張れよという声が飛ぶ中、ケンが鋭く睨んでいることに気づいた。夜、いつものように残業していると、珍しくケンも残っていた。二人だけになると、ケンが俺のデスクに近づいてくる。なあ、重大会議の担当さ、俺に回せよ。何かと思えば、突然無茶なことを言い出した。俺が課長から受けた仕事をなんでお前に回さなきゃなんだよ。呆れたように言うと、ケンは舌打ちをする。なんでお前が選ばれたのか理解できないわ。俺だったらいろんなところにツテがあるっていうのに、先に出世するのは俺だ。納得できないなら課長に直談判すればいいだろう。ぐちぐち言ったところで決めたのは課長なんだから。ケンの嫌味など忙しくて聞いていられない。無視して仕事の続きをしているとデスクを叩いてくる。お前ができないって言えば俺に仕事が回ってくるはずだ。今の仕事で手一杯なのでできませんって言えよ。しつこくうざがらみしてくるケンと睨み合っていると、事務所の入り口に人影が見えた。おい、外まで声が響いているぞ。低い声の主は課長である。課長、ちょうどいいところに。なんで俺じゃなくてこいつが重大会議の担当なのか教えてください。こいつと違って俺には親のつてもあるし。ケンの言葉に課長はため息をついていった。担当を変えるつもりはない。入社してから4年間君たちには大きな差がついた。親のつてに頼ってばかりで新たな取引先を増やそうとしない者と、つてはないが自らの力で地道に取引先を増やした者、どちらの方が努力家で信用できる。そんなに大きな仕事に携わりたいなら自分で掴んで来い。ピシャリと言われ、ケンはうつむいてしまう。俺は課長がそんな風に評価しているとは知らなかったので、素直に嬉しかった。俺頑張りますから。そう力強く言うと、課長は手を振って事務所を出ていく。課長に贔屓されていい気になりやがって、お前の信用なんて地の底に落としてやるよ。ケンは捨て台詞を吐いて出て行ってしまった。重大会議まであと2週間だ。翌日から課長と会議の打ち合わせが始まった。会議には取引先から30名ほどが出席する。会社の会議室は何部屋かあるものの広くはない。社内会議するだけなら十分だが、大事な取引先相手となると、
狭苦しい印象を与えてしまうことが気になった。それならばと俺はある提案をしたのだ。そしてあっという間に重大会議の当日を迎える。課長は慌ただしくしており、会議の準備などしてはいられない様子だ。今日同じ時間帯に社内会議もある。社内会議のメインの担当は課長ではないものの、弁当だけ注文を頼まれていたらしい。これは補佐がいないと大変だったことだろう。そろそろ弁当が届くはずだな。時計をちらりと見ると、間もなく会議30分前。弁当を受け取るために会社の裏口へ回ろうとすると、前からニヤニヤと笑うケンがやってきた。こんな忙しい時にケンなんか構っていられない。無視して通り過ぎようとすると、弁当をお探しか？会議室にある幕の内弁当は全部捨てたから、これで出世はなしだな。と笑って言ってきたのだ。は？弁当を捨てたって？どこの会議室にあったやつだよ。俺が慌てて問い詰める姿が面白いのか、まだ笑っている。奥の会議室にあったやつだよ。今から同じものを取り寄せるのは無謀だろうな。ざまあ見ろ。まさかここまで幼稚なことをするやつだとは思わなかった。俺は剣を見て言ってやる。お前とんでもないことやっちまったな。俺が頼んだうなぎ弁当はまだ届いてないけど。え？剣はどういうことなのかとポカンと口を開けている。状況が分かっていないようなので説明してやった。お前が捨てたのは社内会議用の幕の内弁当だよ。確か経理とかいろんな部署が集まって来年度の予算を話し合うとか聞いたな。課長が幕の内弁当の発注しながら言っていたから間違いないわ。課長が発注したと聞いて顔面蒼白になる。嘘だろ？ソータが発注したやつじゃないのかよ。やばい、会議はいつから始まるんだ？ケンは慌てて会議の始まる時間を確かめる。すると10分後だということが分かった。終わった。ケンはがっくりとうなだれる。いくつ捨てたのか知らないけど、それなりの人数だろ。時間もないし、出席者に謝ってこいよ。まず謝った方がいいと言ったが、ケンはなんとかごまかすようだ。近隣のコンビニを回ればなんとか間に合う。頼む、手伝ってくれよ。泣き顔ですがってくるが、俺は剣を振り払った。自業自得だろ。俺はうなぎ弁当を受け取らなきゃいけないから無理。そう言って俺は弁当を受け取るために裏口へと急いだ。剣が泣きべそをかきながら財布を持って外に飛び出していくのが見える。きっと今からコンビニを回るのだろう。社内会議の弁当がどうなったかも気になるところだが、重大会議に集中しなくてはならない。弁当業者から無事にうなぎ弁当を受け取り、中庭で準備を始める。今日の会議の会場は会議室ではなく中庭。さあ、大きな仕事をつかむためにあと一踏ん張りだ。ちょうどセッティングを終えた頃、課長が取引先の皆さんを中庭に案内してくれていた。これは素晴らしい！取引先の方々は感嘆の声を上げる。中庭に置かれたテーブルには、うなぎ弁当と飲み物を用意した。穏やかに吹く風に桜の花が舞う。うちの会社には自慢の広い中庭があり、今の時期は桜が見頃だ。ここはお昼時には社員たちの憩いの場である。取引先との打ち合わせに利用したいと事前に全社員へ通達しておいた。うなぎ弁当を選んだのは取引先の本社の所在地がうなぎの名産地であるからだ。うなぎは好みが分かれるので迷うところだったが、うちの会社をよく勉強してくれていますね。開放的な外で食べるうなぎは格別ですよ、と取引先の部長が言ってくれた。テーブルにつき桜やうなぎの話をするなど和やかな雰囲気だ。
俺は課長が言っていた言葉を思い出す。今回の相手は急成長の若い会社で、今までのように深夜までの接待や休日のゴルフなんかは敬遠される。なかなかコミュニケーションを取る場がなくて困っているんだ。ただプレゼンしただけではライバルと差がつけられなくてね。それならばと俺はお花見プレゼンを提案したのだ。結果的にこれが大成功。和やかな昼食会の後にそのままプレゼンをしたので、和気あいあいとした雰囲気で進んだ。通常の会議だとどうしても堅苦しい空気になってしまい、相手の本音が聞けないまま終わってしまうこともある。だが今回の取引先も積極的に質問してくれたので、改善点も合わせて説明することができた。それに30名という大人数だからこそ、花見をワイワイ楽しむ雰囲気になったんだと思う。すると取引先の部長が、ぜひ御社にお願いしたいと思います。うちの会社のことをよく知ってくださり信用ができますと言ってくれたのだ。会議が無事に終了し、俺は課長に褒められた。素晴らしい打ち合わせになったよ。君に頼んで本当によかった。そう言われた俺は嬉しくて口元がほころんでしまう。そしてふと剣のことを思い出したのだ。課長、そういえば。俺はさっぱり忘れていた剣のことを話した。先ほどまで満足げな顔をしていた課長の顔がみるみると険しくなる。弁当を捨てたらって、それじゃああっちの昼食はどうなったんだ。俺たちは急いで奥の会議室へと向かう。課長は弁当を発注しただけで、会議の進行は別の人が担当したらしい。会議は終わったのか、会議室には誰もいない。ケンはどこに行ったのかと部署に戻るが、そこにケンの姿はなかった。代わりに経理部長が立っていたのだ。お宅の社員が弁当を勝手に廃棄したそうじゃないですか。しかも捨てた弁当を我々に出そうとしていたんですよ。経理部長の発言に驚いたのは俺と課長だった。経理部長によると、ケンはとんでもないことをしでかしていた。会議まであと10分というところで弁当の事実に気がつき、コンビニに向かっていたところまでは知っている。しかし昼時ということもあり、弁当は売り切れだったのだろう。ごまかすために、なんと会社のゴミ置き場に投げ捨てた弁当を拾いに向かったらしい。ゴミ置き場で弁当を漁っている件をたまたま見ていた清掃員が怪しく思い、社員へと伝えたのだという。会議室で準備していた経理部長へと話が伝わり、部長が見に行くと、ぐちゃぐちゃになった弁当を運び出そうとする剣と鉢合わせた。どういうことなのか聞くと、弁当を誤って捨てたので取りに行ったと剣は言い訳をした。当然、何のために捨てたのか、取りに行ってまさか食べさせるつもりなのかと部長は問い詰めたのだ。ケンは観念したようで、最後には泣きながら自白したという。同僚をはめるためだと聞いて呆れ返った経理部長。続々と集まってくる会議の出席者も何事かと思っただろう。ケンは集まってきた出席者に注目されたのが耐えられなかったのか、俺のせいじゃないと言って会社から飛び出していったのだとか。あまりの出来事にその場は騒然。経理部長は事情を説明し、会議の日程をずらしてもらうことに決めたという。申し訳ありませんでした。課長と俺は県の代わりに深く謝罪した。経理部長はいやいやと手を振ると、君たちのせいではないよ。弁当はちゃんと届いていたし、まさか廃棄されるだなんて誰も思わないからな。ただ彼に関しては厳重に処罰する必要があるね。言い訳ばかりで謝罪も一切ないなんて人として信じられないよ。嫌がらせにしても悪質だし、何より経費を無駄にしたことは許せない。営業部長にも私から話しておくからと言って
経理部長は去っていった。ケンに電話してみます。怒り心頭の課長前に俺はケンに電話をかけた。お前なんてことしてくれたんだよ。ごまかすために捨てた弁当を出そうとしたのか。電話に出たケンはパニックに陥っているのか尻滅裂だった。違う、俺はただ弁当を回収しようと思って。そもそもお前が発注したのがうなぎ弁当だって分かっていたらこんなことにはならなかったんだよ。つまり全部お前のせいだ。あまりの言い訳にはと声が出てしまう。すると電話を代わった課長が、他部署の人たちにも全部知れ渡ったからな、お前覚悟しておけよ。低い声で言った課長の言葉に俺まで背筋が凍ってしまった。ケンはもう生きた心地がしないことだろう。課長に電話を渡された俺は同期のよしみで言った。俺のせいにしてる場合じゃないだろ。迷惑かけた人たちに土下座するなり、とにかく素直に謝れば許してもらえるかもしれないぞ。まあ言及とかはあると思うけど。なんで俺が謝らなきゃいけないんだよ。悪いのはお前だ。処分なんて絶対に受け入れない。親に言えば何とかしてくれるはずだ。あまりのプライドの高さに救いようのないやつだなと思った。俺は息を大きく吸うと電話口に向かって言う。親に何ができるんだよ。代わりに謝ってもらうのか。26歳にもなっていつまでも親のすねかじりしてるんじゃねえ。お前ダサいんだよ。悪質な嫌がらせをしといて謝罪もないのか。俺の迫力にタジタジになった様子のケン。自分がすねかじりのダサいやつだとようやく気がついたのかもしれない。悪かった。ケンはそう一言だけ告げて電話を切ると、その後繋がらなくなった。結局関係者への謝罪もせず、そのまま会社を辞めたらしい。ケンは自身の SNS で、人生を見つめ直す期間に入りました、と退職したことを書いていた。自分を正当化するためなのか、弁当を廃棄したことは一切書いていない。それどころか、上司と同僚が無能すぎて自分のレベルに合わない、という内容を書いていたのだ。だが、社内ではケンのしでかした気候は有名になっていた。もちろん俺も課長も噂など流していないが、目撃者がたくさんいたので仕方ないことだろう。そのことがケンの SNS にもコメントで書かれて大炎上。いつの間にかアカウントはなくなっていた。その後、親のつてを使って再就職したのかは知らない。ただ業界内は噂が広まるのが早いので、復帰は難しいだろう。食べられる弁当を嫌がらせに捨てるようなやつ、雇いたいとは思わないだろうからな。俺はというと、あれから課長の補佐を務めることが増えた。中庭でのプレゼンはいい案だと、他の取引先との打ち合わせにも使われるようになったのだ。課長から話を聞いた営業部長は、人事効果でかなりいい評価をしてくれた。大口の取引がうまくいったからと、夏のボーナスを増やしてくれるようだ。さらなる出世を目指すために今夜も取引先との接待に行ってくる。仕事があるというのは俺にとって幸せなことなのだ。よしけさん、久しぶりですね。俺が取引先であるスーパーに顔を出すとニコニコした彼に話しかけられた。久しぶりに会った彼に俺はお茶でもしないかと持ちかける。まさかその時はあんなことが起こるとも思わないで。俺の名前はヨシキ、35歳で妻と二人の娘と暮らしている。俺の仕事は地元ではちょっと有名な食品メーカーの商品開発だ。俺が勤めている食品メーカーは俺の曽祖父が創業したもので、今は俺の父が社長を継いでいる。冷凍の惣菜や冷蔵のデザートなど幅広く取り扱っていて、レストランやスーパーへと納品している。俺には兄がいて、
兄が次期社長候補なので、俺は昔から自由にさせてもらっていた。進路も特に決められることはなかったので、甘いものが大好きな俺は、製菓学校に行かせてもらった。卒業してからは他の店で修行していたが、10年ほど前に父の会社に転職。転職のきっかけは妻との交際だ。妻とは高校の同級生で、同窓会を機に交際に発展したのだが、妻の父親は市議会議員で世間体も気にするし、かなり厳しい人である。パティシエの修行をしているなんて言ったら、到底結婚を認めてなんてもらえないだろう。妻が俺のことを話すときに、地元の食品メーカーの社長令息だと伝えると、父親は喜んでいたというので、俺は転職を決意した。兄が継ぐからと、俺は父の会社に入らなかっただけで、父や兄とも仲が良い。どうせコネ入社だろうと思われがちだけど、父に相談すると、きちんと面接をパスできるのなら問題ないと言われた。そして俺は社長令息ということを隠して面接を受け、無事に合格。そのおかげか、妻との結婚話もスムーズに進んだ。今では商品開発部の部長として会社に貢献している。俺が担当しているのはデザート部門なので、最近では口が達者になった娘から、お父さん太ったんじゃない?なんて言われている。食べることも仕事のうちなのでしょうがないとは思ったけど、それは言い訳だ。妻は、私は太ってても好きだけどね。と笑いながら言うが、これ以上太ったら、娘たちが口を聞いてくれなくなる未来が待っているかもしれない。俺はジョギングを始めることにした。だいたい同じ時間に近くの公園を走っていると顔見知りも増えてくる。ある日、残業が続いて寝不足だったけど、日課だからと無理をしてジョギングをしていた時、俺は気分が悪くなって座り込んでしまった。そこへ声をかけてくれたのが、ここでよく見かける男性だった。彼から水をもらってベンチで休むと、だんだんと体調が戻ってくる。俺は彼にお礼を言って、今度お詫びをさせてほしいと名刺を渡した。すると彼は、あ、すみません、俺名刺とか持ってなくて。という。彼は農業をやっていて、名刺を渡す機会が少ないため、持ち歩いていないという。いちごとか作ってます。と、はにかみながら言う彼の名前は、りょうすけくん。俺の5つ年下だそうだ。それ以来、公園で顔を合わせれば挨拶をするし、なんだか馬があって、飲みにも行く仲だ。りょうすけくんは息子さんがいるので、家族の話もよくしている。俺はプライベートに仕事を持ち込みたくないタイプだし、仕事以外の話ができる友人は貴重だったから、りょうすけくんの仕事の話も、あまり聞かなかった。それから数ヶ月後、俺たちは意外な場所で、顔を合わせることになる。半年ほどジョギングを続けていたが、急に仕事が忙しくなり、以前のように無理をして倒れても困るし、ジョギングには行けていなかった。涼介くんから心配をするメールが入っていたので、事情を説明して、また近々飲みに行こうと返事をする。それからしばらく仕事に集中することになった。ようやく落ち着いたと思ったら、今度は新商品を宣伝することになる。俺は職場から近いスーパーへと向かった。ここのスーパーは市内で2店舗を展開する地元密着型のスーパーだ。先代の社長の時に取引を開始し、うちの商品を目当てでスーパーに来るお客様もいると嬉しい報告をもらっていた。小さい店舗で融通も利くし、俺は新商品が出るとよくここへ営業に来ている。しかし、アポを取ってきたはずなのに、社長の姿が見当たらない。顔見知りの社員に声をかけられ、社長は急なお客様対応で出てしまったと頭を下げられた。それなら、また出直すと伝え、どういった商品展開をしているのか、売り場を見させてほしいと頼む。社員は、自由に見て構わないというので、
俺は店内を見て回った。納品する場所を通って先ほどの社員に挨拶をして帰ろうと思うと、よしきさんと声をかけられた。久しぶりですね。ニコニコという人物は涼介くんだった。こんなところで会うなんて思っても見なかった。どうやら涼介くんのところで作ったイチゴをここに納品しているらしい。スーパーに納品するようになり、かなり売れ行きがいいそうだ。意外なところであったな。時間があればこの後お茶でもしない？さすがに取引先の店先で長話をするのは失礼なので、涼介くんの納品が終わったら近くで合流しようと思った。いいですね。すぐ終わるんで近くで待っていてください。そう言われてうなずき、涼介くんが納品書を事務所に置きに行くと席を外した。俺は先ほどの社員に挨拶をして出ようとキョロキョロすると、目の前に恰幅のいい男性がやってくる。この人誰だっけな。俺は自分の記憶力のなさを嘆いた。でもスーツ姿だし、雰囲気からしてこのスーパーの正社員か何かじゃなかろうか。とにかく挨拶をして話をすれば誰だか思い出すかもしれない。そう思って口を開こうとすると、相手が先に口を開いた。お前のとこの納品書は間違ってるぞ。いきなり威圧的な態度を取られて、え？と口にしてしまう。相手は俺の反応なんて気にせずに話を続けた。この金額じゃもう仕入れないって言っただろ。もっと安く仕入れられるところはあるんだ。別にこっちはお前のところにこだわってない。どうやらイチゴの仕入れの話をしているようだ。俺をイチゴを納品する下請け業者だと勘違いしているが、この時間に納品している人は他にいないし、運悪くここを通る従業員もいない。人違いだと言おうと思っているのに、俺が口を挟む余地がなく、相手は話し続ける。お前らみたいな下請けは、おとなしく俺たちの言うことを聞いていればいいんだよ。その言葉に、俺はカチンと来てしまった。思わず言い返してしまう。下請けって何ですか？農家だって一生懸命作ってるんですよ。そんな高圧的な態度で一方的な値下げを強要するなんて、法に触れるんじゃないですか？相手がムッとなったところで、人違いされているのに喧嘩を売ってしまったと、俺は気づいた。すると相手は、たかが農家なのに偉そうに、と強気に出てくる。俺の仕事もそうだが、農家がいなければ成り立たない。このスーパーだって、農家が誰も納品してくれなければ困るだろう。それなのに、どうしてこの人はこんなに農家を見下しているんだ？たかがなんて言い方はどうかと思いますよ。俺はカッとなってまた言ってしまった。得意先で人違いされて喧嘩を売るなんて社会人としてありえない。そう思っているのに農家を馬鹿にするこの人のことがどうしても許せなかった。相手はもちろん反省の色なんて見せずに怒鳴る。言うこと聞けないなら契約解除だ。それを聞いて俺は少しだけ冷静になった。すみません、お名刺を頂戴できますか？俺がそう言うと相手は俺を睨みつける。偉そうだな。俺が誰だかわからないのか？そして名刺を取り出し俺に投げつけてきた。名刺を拾って名前を見ると赤西と書いてある。役職は部長だ。そういえば前に顔見知りの社員たちから部長だか課長だかがパワハラ気質だと聞いたことを思い出した。この人のことか。赤西は俺を見下すように笑う。俺はな、お前みたいな農家が話せるような人物じゃないんだぞ。
下請けと違ってこっちは部長だ。わかるか。もういい。お前のところは契約解除だ。他に仕入れ値の安い農家に変更する。こんな人が部長でいいのか？そう思っていると、向こうから見知った影が近づいてくる。俺は赤西に対してはっきりと言った。残念です。お宅の会社、潰しますね。え？と言って、キョトンとする赤西。俺は自分の名刺を差し出す。それを見た赤西は、どういうことだ？農家じゃないのか？と混乱している。すると、赤西の背後から、赤西くん、何をやっているんだ？と、社長の声が響いた。外出先から帰ってきたようだ。社長は俺に挨拶をし、俺は今までの事情を説明する。赤西はひたすら青ざめて突っ立っていた。社長は赤西に言う。こちらのよしき君は得意先の社長令息だぞ。彼が本気になれば、うちみたいに小さな会社は本当に潰れるし、納品してくれる農家さんを見下していたら、いつか誰も納品してくれなくなるんだ。私たちは農家さんとの取引があって経営が成り立っている。どうしてそれがわからないんだ？普段は穏やかな社長からは想像もつかないほどの気迫で、赤西に詰め寄る。そこへ、ようやく涼介くんが戻ってきた。キョロキョロしている涼介くんに軽く事情を話す。すると、涼介くんも、以前赤西さんの部下の方から、その話はいただきましたが、これ以上の値下げは厳しいと、この間社長にお伝えしました。社長は僕なんかに頭を下げてくれて、値下げは赤西さんが勝手に言ったことだからと、今までの値段で了承を得ていますけど。という、赤西は、自分より格下の相手が来たと思ったらしく、涼介くんを見下し始める。農家のくせに何言ってるんだ。赤西は、俺や社長がいるのを忘れているのだろうか。俺は涼介くんの前に出た。だから、農家のくせになんて、あなたこそ何様ですか？うちの会社でも提携している農家がありますけど、一方的な値下げ要求なんて絶対にしませんよ。農家がいなかったら、俺たちの仕事も成り立ちません。むしろ、農家には仕入れをさせてもらっているので感謝をしています。あなたは下請けだと見下し、仕入れてやっていると、上からの態度ですけど、根本的に間違っていますよ。涼介くんは少し心配そうな顔で俺を見ているが、社長は怖い顔で赤西を見ながら俺の言葉に時折うなずいている。赤西の青ざめた顔がだんだん真っ赤になり、貴様、どういうつもりだ？私を馬鹿にするのか？お前のところも契約解除だ！と叫んだ。すると社長が、赤西くん！と一括。しかし、赤西は自分が馬鹿にされると、周りが見えなくなるタイプのようだ。社長がいることすら忘れているような勢いで、俺につかみかかってくる。俺はため息をついて、きっぱりと言った。いいですよ。契約解除でも何でもしてください。その代わり、事前告知のない一方的な契約解除は、契約違反になるので、違約金をお支払いいただきます。あなた個人の意見なら、あなたが個人的に違約金を支払ってくれるんですか？赤西は、ことの大きさを分かっていないのか、売り言葉に買い言葉なのか、鼻息荒く反論する。ああ、いくらでも払ってやるよ。だからお前はさっさと出て行け。
俺は掴まれた腕を翻し、赤西の腕を払う。すると、そこで社長が声を上げた。赤西くん、よしきくんのところのデザートだって、りょうすけくんのいちごだって、お客様が楽しみに買いに来るんだ。なくなったらお客様ががっかりするだろう。それに、売り上げが下がる分の損害賠償も君が支払ってくれるんだろうな。赤西は社長の大きな声で我に返ったように社長を見る。そしてまた青ざめた。社長は赤西を見ながら、取引先の重役である君の父親にどうしてもと言われてうちに入社させたけど、最近の君の態度はひどすぎる。今では後悔しかないよ。と言った。涼介くんはほっとしたような表情を浮かべる。俺は鼻で笑って、そもそも下請けだ、農家だと人を見下すような人に部長なんて務まらないんですよ。親のコネで入社させてもらったのなら、周りに恥じない仕事をするべきです。という。社長も、涼介くんも、俺の言葉にうなずいた。俺も親の会社で働いていますけど、社長の息子だということは隠して面接を受けました。無事に合格して、今では部長にまで昇進しています。コネ入社が悪いとは言いません。でも、その待遇にあぐらをかいているだけじゃ、周りは誰一人認めないですよ。むしろ、あなたが周りから馬鹿にされているんじゃないですか。そう言うと、赤西は心当たりがあったのか。うるさい!と、大きな声を出して、俺たちに背を向ける。自分が不利だと悟ったのだろう。そのまま逃げるように去っていった。社長は、俺たちに頭を下げる。大変申し訳ないことをした。先ほどはああ言ったけども、取引はどうか継続させていただきたい。赤西の処分は必ずさせていただく。涼介くんは、社長、頭を上げてください。と言って社長に駆け寄る。俺は笑って。社長もいろいろ大変でしょうけど、もう少し従業員に寄り添った人事を考えた方が良さそうですね。もちろんそういうことなら、うちは取引を続けさせてもらいますよ。と言った。社長は、もう一度丁寧に謝罪をすると、事務所に戻ったので、俺は、涼介くんと店を出ようとする。そこで、店頭に並んでいる涼介くんのイチゴを手に取り、はぁ、これこれ、このイチゴが美味しいのよ。と言っている親子を見かけた。俺たちは笑顔で店を出た。その後、社長から連絡をもらい、涼介くんと一緒にスーパーに向かった。社長と赤西の他にもう一人知らない男性がいる。この度は申し訳ありませんでした。そう言って頭を下げたのは赤西の父親だ。40代の息子の死に拭いをさせられる気分はどんなものなのだろう。俺は赤西を見て、あなた、自分の父親にこんなことさせて恥ずかしくないんですか?と言うと、赤西は俺を睨みつけながら黙り込む。しかし父親に叱責されて、赤西はようやく、申し訳ありませんでした。と、俺と涼介くんに頭を下げた。社長から赤西は降格し、平社員としてスーパーで働くようになると聞く。お客様や従業員からクレームになるようなことがあれば、即処分をするから、そのつもりでいるように。社長は赤西に向かってきっぱりと言った。俺と涼介くんには、赤西の父親から迷惑料が支払われた。しばらくしてスーパーに行くと、赤西が従業員として働いていたが、何やらお客様を怒らせたようで、
店長が飛んできている。ここにいるのも長くないかもなと思ったら、一ヶ月後にはいなくなった。社長によると、赤西は待遇が不満だったようで、無断欠勤を繰り返し、それが父親にバレ、実家を追い出されたそうだ。結局退職していき、40代にもなって情けない、とスーパーの従業員からも笑い者だったらしい。俺は仕事も落ち着き、ジョギングを再開。変わったことといえば、涼介くんの作るイチゴを、うちの会社でも仕入れるようになったことだ。そのイチゴを作った新商品も完成し、娘たちに食べてもらうと好評だった。こんなに美味しいもの作るんだから、ちょっとくらい太っても仕方ないかな。と、娘たちが笑い、妻がそれにうなずいた。チャリン、チャリンと、香典袋から聞こえるはずがない音がした。香典だよ。444円な。赤字続きで底辺の農民経営者には十分だろ。その銀行員の態度に私も周りも凍りつく。許せない。こんな人間は絶対に痛い目を見るべきだ。むしろ私が痛い目に合わせてやる。私は心に決めた。私の名前は香里。父の後を継いで農家をしている。父が脱サラして田舎に引っ越したのは20年以上も前だ。早産気味で生まれた私は体が弱くて、お医者さんから空気の良い田舎で生活した方がこの子のために良いと言われたからだ。農地も農機具も何もないところからのスタートで、並大抵の苦労ではなかったと思う。順調な時ばかりではなく、台風や機械の故障、水不足など何かしらのトラブルで赤字も多く、さらには豊作すぎて赤字の年もあった。豊作なのにおかしいよね、と子供だった私には理解できなかった。今なら豊作で市場に溢れて値崩れしたからだと理屈がわかるけど、やっぱりどこか納得できない。田舎暮らしをするようになって私はすっかり健康になり、家族の距離も近くなった。私は高校卒業後、父の後を継いで農家になる道を選んだ。家族をつないでくれた農業が大好きだったからだ。10年ほど前には夫のユージと結婚。夫は婿に入ってくれ、今では8歳になる娘と5歳になる息子がいて、みんなで農業をする絵に描いたような幸せな日々だった。父に癌が見つかったのは去年の秋のことだ。父が農業を始めて20年目の年だった。もともと赤字続きだったし、米作りはここら辺が潮時かもね。野菜の収穫はともかく、稲刈りの時コンバインを動かすのはお父さんじゃないとできないのに。父が入院し弱気になった母がこぼした。そうだ、コンバインどうしようか。そこで私は今年コンバインを買う計画を立てていたのを思い出した。少し前に融資の契約を結んだばかりなのだ。融資を取りやめにするしかないかしら。香里が銀行に電話してくれる？事情が事情だし、お父さんがいなかったら米作りなんて続けられないもの。お母さん、なんてこと言うの？大丈夫よ。ユージもいるし、なんとかなるわよ。私は母をなだめながら、自分でもこれからの先行きに不安を感じていた。米作りは主に両親。私と夫は野菜作りを担当していたから、米作りの細かい流れはよくわかっていない。それでも、俺たちでやっていくしかないよな。お母さんが教えてくれれば、俺たちがお父さんの代わりに頑張りますよ。夫がそう言ってくれ、母も少しほっとした顔をする。夫は、お父さんの入院費用やこれからのことにもお金がかかるし、まだ動くうちは、とりあえず今のコンバインを使おう。と続け、私と母もうなずいた。それで私が銀行に融資の取りやめの電話を入れることになったのだ。ところが、担当の吉川が渋り出したのだ。
困りますよ、融資を今さらキャンセルだなんて。でも今話した通りなんですけど、こちらとしても申し訳ないと思っていますけど、父の入院で何かと物入りですし、コンバインはまだ動きますから。そんなのはこっちの知ったことじゃないんだよ。いくら金額が小さくても、新規融資獲得は俺の成績になるんだからな。勝手に辞められたら困るんだよ。はい、でもさっき話した通りですよ。新しいコンバインを買っても父に何かあって米の収穫がうまくできなかったら赤字になりますし、お金を回収できなかったら吉川さんも困りますよね。知るか。回収は別のやつにさせるからいい。とにかく融資の契約は決まったんだ。今さらキャンセルなんて絶対にさせないからな。最初の丁寧な口調はどこへやら、吉川は最後には私を怒鳴って電話を切った。実はコンバインを買うとき、本当だったら農協から融資を受ける予定だった。ところがどこから聞きつけたのか、隣の家の親戚の息子だという地元の銀行員の吉川が、ご近所のよしみでぜひうちから借りてほしいと言ってきたのだ。最初は父が断ったが、ノルマがあるのだと泣きつかれた。よくわからないけど、銀行員には新規の大口預金者と融資先の獲得ノルマがあるらしい。本当なら農協や高庫の方がずっと融通が効くだろうし、借り入れ金利を見てもあまりうちにメリットがない。でも父も母も熱心に通ってくる吉川にほだされてしまったのだ。隣の家からしたら、うちはそれなりに裕福に見えていたようだ。確かに両親と私たち夫婦で毎日休まず働いているし、それだけ働けば収入があるように思うだろう。ただここ何年か不運なことが重なり、いろいろ予定外の出費がかさんだ。冬に雪の重みでハウスが倒壊したし、農作業小屋も夏の台風の後雨漏りして修理することになった。今年に入っての燃料代や肥料の価格が高騰して、ここ数年は赤字続きだ。でもそんなことは隣の家の人にはわからない。だから吉川は最初、私たちにものすごく丁寧に接してきた。新規の大口顧客を獲得できると思ったのだろう。両親は別の銀行に預けていた定期を解約し、吉川の銀行に預け直し、言われるままに手続きをした。手続きをしていて、うちの内情を知り、コンバイン用の融資は最大でも800万くらいと知ると、吉川は態度を豹変させた。ああ、たった800万かよ。俺の時給がいくらかわかってる？何度お宅に通ったと思ってるわけ？まあ、とにかく、コンバインの融資だけは絶対にうちでお願いしますよ。まったく。こんな貧乏な底辺の農民だと初めから分かっていたらこんなに手間をかけなかったのに。とまで言ったのだ。人ってここまで露骨に変わるのかと驚いた。それから数ヶ月が過ぎ、結局父は春先に亡くなってしまった。融資の件は時間を置いてもう一度電話をしたら、吉川は不在。吉川の上司だという男性が代わりに出て、私が事情を説明すると、融資の取りやめの手続きはあっけなく済んだ。まだどこか心の整理がつかないものの、それでも交通事故などで急に亡くなってしまったわけじゃない。少しだけでも父の最後に準備する期間があったから、私たちはなんとか葬儀の日を迎えることができた。家族葬の予定だったから新聞にも載せず、親戚や親しい人のみに連絡した。遠方の親戚は、こんな世の中だし、参列は無理をしないでと言っている。それでも弔電や公家がたくさん届いたし、最後に顔を見たいからと、入れ替わり立ち替わり、父の友人たちが顔を出してくれた。農家の仲間もいれば、出荷をしている青果市場の人、直接卸しているレストランのシェフもいた。父が長年付き合ってきた人たちだ。仕事だけの関係を超え、わざわざ父の葬儀に来てくれ、父のことを悼んでくれ、私たち遺族も気持ちが慰められた。
ちょうど葬儀が終わりかけた時だ。なぜか吉川が来た。受付にはスタッフが誰もいなくて、母が対応に出た。この度は来てくださってありがとうございます。母が声をかけると、吉川はじろっと母を睨んだ。俺は別に来たくなかったんだが、亡くなったって言われてな、しょうがないから香典を渡しに来たんだ。ひどい言い草だが、私も母もぐっと我慢した。吉川は私たちが黙ったからか調子に乗って、俺のいない間に融資の手続きを勝手にやめた。恩知らずな農民経営者の葬式だぞ。それなのに俺は香典を持ってきてやったんだ。感謝しろよな。とまで言ったのだ。そんな言い方ないんじゃないですか。こちらも父の入院という事情があったんです。私ちゃんと説明しましたよ。私もムッとして声が大きくなってしまう。うるせえな。お前たちの農民の事情なんか知ったことじゃないんだよ。俺は銀行員なんだぞ。俺の方が偉いんだから黙って言うことを聞いておけよ。はあ？私と吉川の言い争いに何事かと周りの注目も集まってきた。その時だ。ほらよ、受け取れよ。吉川は母に向かって香典袋を投げつけたのだ。チャリンチャリンと香典袋から聞こえるはずがない音がした。え？小銭？私は思わず声に出す。吉川はニヤッと笑った。香典だよ。444円な。赤字続きで底辺の農民経営者には十分だろ。来てやっただけでも感謝しろよ。吉川の態度に私も周りも凍りつく。私は黙って香典袋を拾った。中は見えないけど、指先に硬貨の感触がある。許せない。香典の名前、銀行名ですけど、これは吉川さんだけじゃなく、銀行としての意思なんですか？私が聞くと、吉川が少し口ごもってから。当たり前だ。俺が銀行の顔として来ているんだからな。と答えた。銀行がうちに香典を持ってきたことに内心驚いた。そうですか。わかりました。あなたの銀行は、こんな侮辱を組織絡みでするんですね。444円なんて、顧客を馬鹿にしすぎでしょう。こんな人間は、絶対に痛い目を見るべきだ。むしろ、私が痛い目に合わせてやる。私は心に決めた。こんなことして、痛い目に遭いますよ。合わねえよ。お前らみたいな底辺の農民に何ができるって言うんだよ。吉川は私の言葉を信じず、さっさと帰ってしまったが、葬儀には身内だけでなく、たくさんの参列者がいたのだ。おい、なんだあいつ。非常識にも程があるだろう。銀行員らしいわよ。見た今の。ざわざわと目撃者を中心に、さざ波のように吉川の素性と仰天の行動が伝わっていく。田舎でこんな大きな噂話のネタを提供して、すぐに広まらないとでも思っているのだろうか。それに今は誰がネットに投稿し炎上するかわからない時代だ。いいネタもーらい。レストランのシェフと一緒に来ていた若い男の子がボソッと言った声を私は聞き逃さなかった。うちの子供たちからも、さっきのおじさんは何だったの？おばあちゃんに何を投げたの？と散々聞かれた。簡単に説明し口止めしたものの、それぞれ小学校と保育園で、おじいちゃんのお葬式に意地悪銀行員が来て大変だったと話して回ったようだ。何人ものママ友や先生たちから電話をもらった。私はその度に正直に事情を話し、噂を広めてしまったのだが、後悔はしていない。
あの若い男の子か誰かわからないが、この話はネットにも書き込まれ、有名なインフルエンサーに取り上げられ、ちょっとした騒ぎにもなった。銀行には電話が殺到し、大変だったようだ。その後、うちに電話があり、銀行の支店長が、吉川と吉川の直属の上司を連れて、地元で有名な菓子折りと、ちょっとした金額を持って謝りに来た。その時に発覚したことだが、銀行としては、香典を渡す予定が全くなかったのだという。そうですよね。うちはそこまでたくさん預金をしているわけではないし、融資だって、まあ、うちにしたら高額だけど、もっとたくさん借りている人もいますよね。それは、その、とにかく、大変申し訳ありませんでした。歯に衣着せぬ私の言い方に、支店長たちは言葉を濁してただ謝罪を繰り返した。じゃあ、吉川さんが銀行の名前を語って嫌がらせをしたってことですか？わざわざ444円なんて不吉な金額を自腹で準備してまで？母が聞くと、支店長と上司が顔を見合わせ、吉川自身はふてくされたような態度で黙っている。ちゃんと答えていただけないと、こちらも納得できませんよ。夫も一緒になって追求した。そうなんです。実はその、吉川の独断でして。吉川の上司の言葉に私は納得できなかった。じゃあ、銀行としては、全く知らなかったって言うんですか？うちが融資を断った時、吉川さんは銀行から電話してきましたよね。ってことは、周りに他の銀行員もいましたよね。その時は、うちに謝罪の電話はよこさなかった。つまり、あの時は吉川の態度を黙認していましたよね。私がズバリ聞くと、また支店長と上司が黙ってしまう。本当に謝罪する気があるのかとイラッとした。返答次第では、こちらの対応も変わりますよ。謝罪を受け入れるかどうか決めかねていますから。私がダメ押しで言うと、吉川の上司が吉川の脇腹を肘で強くつつく。そうだよ。俺の独断だ。親戚のババアがうるさかったから。吉川の声が小さすぎてよく聞こえず。はい？もっとはっきり言ってください。私はついきつく聞き返す。吉川はそれにカッとして。親戚のババアがお世話になったんだから義理を通せってわざわざ電話してきたんだよ。だから嫌がらせをしてやったんだと怒鳴った。そうですか。葬儀に来た理由はわかりましたけど、それならなんで香典袋の名前を銀行にしたんですか？それは、その方がお前たち農民を馬鹿にできるかと思って。吉川はゴニョゴニョと声を小さくして言い訳をする。そんな幼稚な理由だったのね。吉川の言葉に私は呆れてしまった。吉川、銀行員が自分の銀行の評判を下げてどうするんだ？現にこうやって問題になっているだろう、バカ者が。吉川の上司が雷を落とし、でも、こいつらが融資を断るから悪いんです！と、吉川が反論。私はそれにカチンと来た。吉川さん、全然反省していませんね。そうだな。私のツッコミに夫もうなずく。うちはもともと、あなたの銀行と取引をするつもりはなかったんですよ。あなたがしつこく泣き落としに来たから、父も母もしょうがなく預金口座を開設しましたし、
定期も預けました。それから融資だって手続きしたのに、自分が思っていたほど大口じゃなかったからってその態度ですか？こちらには何の落ち度もないんですよ。逆恨みもいいところでしょう。私が非難すると支店長と吉川の上司が即座に頭を下げる。重ね重ね、本当に申し訳ありません。もういいです。銀行側の謝罪は受け入れますが、先ほどの吉川さんの謝罪は受け入れません。口先だけで謝るつもりが全然ないと分かりましたから。私の言葉に支店長も上司も何度もペコペコと頭を下げ、本当に申し訳なさそうにしているのが伝わってきた。きっと嫌な思いをしたのはうちだけじゃないでしょうね。今まで大きな問題にはならなかったとしても、吉川さんは他のお客様にも同じような態度をとってきたんでしょうから。私がつぶやくと、支店長と上司は、はっとしたように顔を見合わせた。吉川のような部下を放置していたのは問題だけど、これで懲りるだろう。吉川は黙り込んで舌を向いているが、これ以上の謝罪は期待していない。本当に申し訳ありませんでした。支店長と上司から真剣に謝られ、この件は終わった。その後、林家のおばさんから、私が話したことで迷惑をかけてごめんなさい。と謝られ、吉川の上司からは、吉川が自主退職したと連絡があった。多分吉川は、地元での再就職は難しいだろうとも言っていた。たとえ違う土地へ行き、再出発をしたところで、あの性格を直さない限り、どこへ行ってもトラブルを起こすと思う。うちは結局米作りを続けることにした。父を失った悲しみで、私自身知らず知らずに弱気になっていたが、私だって父のそばでずっと米作りを手伝ってきたのだ。父が切り開いてくれた道を私が広げ、子供たちにも残したい。災い転じて福となすとはよく言ったもので、吉川とのトラブルが広まったせいで、うちの存在を知り、運よくまだまだ使える中古のコンバインを安く譲ってもらえた。応援したい、直接取引をしたいという飲食店からも声がかかった。野菜の出来もいいし、今年は黒字になりそうだ。農業は大変でもあり、楽しくもある。これからも私は農業を続け、子供たちのために頑張っていきたいと思っている。野菜を全部半額にしないと契約終了ね。高級料亭の二代目社長からそう言われ、私は堪忍袋の尾が切れた。じゃあ、10店舗の納品、すべて終了しますね。私は、思い上がった勘違い男とは、永遠に縁を切ろうと決めた。私は直子、35歳だ。うちは代々稲作と野菜を作っている農家。私は三人姉妹の長女で跡取り娘だったから農業高校を卒業後、専業農家になる道を選んだ。妹たちはそれぞれ嫁に行って、私は5年前に青果市場に勤めている夫と結婚した。夫は三男だったのもあって、私の家に婿として入ってくれた。両親もまだ健在で一緒に仕事をしているし、祖父母も現役だ。夫は優しくて人当たりも容量もいい人だから、勝ち気な性格な私をうまく支えてくれるし、両親からもうちの娘と結婚してくれてありがとうと感謝されていた。今では息子と娘にも恵まれ、三世代同居の8人家族で毎日賑やかな生活を送っている。夫は結婚後も市場に勤めていて、祖父母と両親は稲作、私は野菜をメインで作っている。野菜作りは稲作があまり儲からなかった時代に両親が始めた。
当時、その地方独自の野菜への注目が集まっていて、両親は地元の名物になるような野菜を作ろうと奮闘した。何年も作り続けるうちに、うちの野菜の美味しさが広まり、県内外の料亭やレストランから、ぜひ野菜を使いたいという申し出が殺到したのだ。例の高級料亭もその一つだった。先代社長はこだわりの強い人で、熱心に畑まで足を運んでくれ、うちの野菜に惚れ込んだと言ってくれた。私の父もこだわりが強い人だったから、一切の妥協をしない。分野は違っても、お互い職人かたぎで、先代社長と私の父は馬があったらしく、仕事の取引相手というより、仲のいい友達同士のようだった。農業の才能だけのうちの父と違い、先代社長は板前としての才能だけでなく、経営者としての才能もあったようだ。次々に店舗を増やしていき、うちの畑で会うよりも、テレビや雑誌で先代社長の姿を見かける機会が増えた。先代社長の料亭は、地元でも有名な高級料亭になったのだ。先代社長が自分で野菜を取りに来ることはなくなって、従業員に車で取りに来させるようになった。こうして何十年も付き合いが続いていたけど、去年の年末、先代社長が病に倒れてしまったのだ。ここ数年、忙しさで健康診断をサボってしまったらしく、体調の悪化を自覚して病院に行った時には手遅れだった。引き継ぎもほとんどできないまま、先代社長はあっという間に亡くなってしまい、現場は混乱中だそうだ。とりあえず、後継者として息子の周平が継ぐことになったが、彼は要注意人物だった。板前の修行のため、調理の専門学校に入ったものの、俺は使われる人間じゃない！使う側の人間になるんだ！と、啖呵を切って中退。本当は大きな問題を起こして退学したらしいという噂もあった。どこかの飲食店でバカなことをして、先代社長がかなりのお金を積んで示談にしたという話だ。その後、数年間ふらふらと遊び歩き、二十歳もとうに過ぎてから、世間体が悪いからと、料亭の本社の営業として働き始めたけれど、仕事ができなすぎて、むしろ何もしないようにと、本人の好きにさせているらしい。敏腕経営者の先代社長でも息子の教育には失敗したと言われている。悪評しかない二代目社長にどうしたもんだろうと思っていたところなのだ。それでも先代社長が築き上げた高級料亭は現在経営が安定している。常連客もついたし、各地に10店舗もある。うちも含めて仕入れ先も決まっているし、腕のいい板前も経験豊富な従業員も全て揃っているのだ。二代目社長がいくら無能でも、おとなしくお飾り社長をしてくれれば何の問題もないはずだった。ところが二代目社長の周平は急に偉くなったせいか、見当違いの方向にやる気を出した。何を思ったか、高級路線をやめて、低価格でファミリー向けに転向し、顧客層を広げたいと言い出したらしい。ほんと、あのバカ社長、黙って座っていればいいものを、ろくなことをしないんですよ。うちに野菜を取りに来た従業員の女性が散々愚痴っていた。もう高級料亭じゃなくなるから、従業員の給料は下げるとか、信じられませんよね。高級料亭でも、ファミリー向けでも働く時間は同じなのにね。従業員の怒りっぷりに若干引きながらも、私は相槌を打つ。あちこちの仕入れ先にも電話で難題を吹っかけているみたいで、もう今は本当に大変な状況なんですよ。そのうち直子さんにも電話が行くかもしれません。それは困るわね。その時は笑い話で済ませ、うちには実害はないだろうと楽観視していたのに、その日の夜、二代目社長から家に電話がかかってきた。おたくさ、ちょっと高すぎない？若い男性の声で開口一番そう言われ、私もカチンとくる。失礼ですが、
どちら様ですか？家の電話はナンバーディスプレイだ。取引先の高級料亭の名前がバッチリ表示されていたから本当は見当がついている。それでも腹が立った。二代目社長は確か私より何歳か年下だったと思う。でも同じ30代のはずだし、いい大人が名乗りもせず仕事の相手にタメ口を聞くなんて信じられない。お宅の唯一の取引先なのにわかんないわけ？これだから額のない農家はダメだね。茶化すような口調に私の怒りが溜まっていく。いえいえ、取引先といってもたくさんありますし。ああ、もしかして周平さんですか？料亭の社長の息子さんですよね。直接お会いしたことのない、声に聞き覚えのない方ってその方ぐらいなんですよね。自分でも勝ち気な性格をしていると思うけど、売られた喧嘩は買ってやるつもりだ。はあ？今は俺が社長だ。二代目社長は気分を害したのか怒鳴ってきた。そうでしたか、すみません。私は全く心を込めずに口だけで謝罪する。とにかくさ、お宅の野菜は高すぎるんだよ。だからさ、野菜を全部半額にしないと契約終了ね。え？半額なんて冗談ですよね。いきなり電話をしてきて一方的に半額にしろなんて言われても困りますけど。私が呆れて言い返すと、二代目社長も負けていなかった。だって今までが高すぎたからな。帳簿を見たら、たかが野菜をこんな値段で仕入れていることに俺は驚いたね。たかが野菜が高いわけないだろ。利益を出すためには無駄な経費を減らさないとな。二代目社長は勝ち怒ったように言うが、私は想像以上のバカさ加減で頭が痛くなってきていた。だって10店舗分ですし、ご当地野菜が料亭の売りじゃないですか。そんなことはわかっている。だから半額にすればお宅との取引は続けてやるよ。取引料はそのまま、仕入れ値段は半分ってことですか。そんな無茶苦茶な要求、飲むと思います？うちだけが一方的に損をしますけど。私はつい口調がきつくなった。さっきからたかが野菜だと連呼されて気分が悪い。ところが二代目社長はキョトンとして。だから？と言ってきた。だから？私もついオウム返しになった。え？言葉が通じない？百歩譲って聞こえなかったのかなと思い直し、私は、だから、とても半額なんて無理です、と繰り返した。すると二代目社長はプッと吹き出した。いやいや、オタクみたいな農民に拒否権はないから。は？笑いながら言われ、私の理解は全く追いつかない。だってさ、お宅はほとんどうちだけに納品してるはずだ。ってことはさ、農家は契約を切られたら、ただの農民だ。困るだろ。何が面白いのかさっぱりわからないけど、二代目社長は自分の言葉が壺に入ったのか、ゲラゲラ笑っていた。農民？まあ、農業をしていますし、農民と言われれば農民ですけど。農家って農業をやっている家のこと、農民は農業をやっている人のことですよね。何が言いたいんですか？私は困惑して聞き返した。農民なんてあんまり使わない言い回しをされると何が言いたいのかさっぱりわからない。収入があれば農家だろう。契約がなくなって仕事がなくなれば無職だから農民だろう。違います。二代目社長から堂々と間違った知識を披露されたから、私は食い気味に突っ込んだ。頭がスーッと冷えていく感じがする。つまり、あなたは契約がなくなると困るだろうって、私を脅しているってことですよね。しかも、農家だの農民だのと取引先である私を馬鹿にしながら。だって肉体労働しかできない低農が農民だろ。バカにするも何も、バカじゃん。
農民が高級料亭の社長である俺にそんな口聞いていいと思っているのかよ。黙って俺の言う通りにしろ。バカはお前だ。私はこの言葉で完全に切れた。わかりました。じゃあ10店舗の納品すべて終了しますね。明るい声でそれだけ言うと、2代目社長の返事を待たずに電話を切った。私は思い上がった勘違い男とは永遠に縁を切ろうと決めたのだ。私は両親と夫、祖父母を呼び集め、今の電話のことを話した。ぶち切れていたとはいえ、独断で大きな取引先を切ってしまったからだ。祖父母も両親も夫も私と同意見で契約を終了した判断を褒めてくれ、私と同じように怒ってくれた。実は高級料亭との契約はきちんとした専売契約を結んだわけではなかった。先代社長との信頼関係があって成り立っていただけ。長年続いていたから大体の取引量や納品する野菜の種類が決まっていただけだ。事情が事情だし、今すぐ手を引いたところで何の問題もない。ただ、問題なのは今後の出荷先だった。明日から野菜をどうしようかしら、と私がつぶやくと夫が、大丈夫だ。俺に任せてほしい。と言ってくれたのだ。翌日の朝早く、いつもの従業員が真っ青な顔をして飛んできた。社長から、別の仕入れ先を探せと言われたんですけど、一体何があったんですか?と、半泣きで詰め寄られる。あのクソバカ社長が、大変申し訳ありません!私が、昨日の電話の内容をかいつまんで話すと、従業員は、体を二つ折りにする勢いで頭を下げて、謝ってきた。そういうわけだから、ごめんなさいね。私が謝ると、従業員も申し訳なさそうに、もじもじとしている。差し出がましいようですが、これからの出荷先とかってどうするんですか?直子さんも困ってるんじゃないですか?それがね、うちは大丈夫なのよ。むしろ大変なのは、あの二代目社長だと思うわよ。私はくすっと笑ってしまう。うちはね、今まで納品していた分を市場に出荷することにしたのよ。幸い、うちの夫が青果市場に勤めているでしょう。規格外品はネット販売や産直に出してみることにしたから。今の適正価格で売れるし、うちは助かるのよね。それは良かったですけど、適正価格ってどういうことですか?従業員から聞かれ、私は今まで黙っていたことを教えてあげた。実はね、私の父が昔契約した時から野菜の値段を変えていないのよね。でもあの頃と違って今は燃料代がかなり上がっているでしょ?ハウスの灯油代も大変なのよね。だからうちもそこまで儲かるわけではなかったの。え、そうだったんですか?全然知りませんでした?従業員が目を丸くして驚いている。私は苦笑して続けた。10店舗分だから大口取引で安定しているし、今まではギリギリ黒字だったのよね。でも電気代も上がっているから正直厳しいのよ。本当は去年の年末に来年から取引の値段を上げる交渉をしたかったんだけど、先代社長が倒れたでしょ。そんな大変な時に言い出せなくってね。私の言葉に従業員が複雑そうな顔をする。わかりました。そういう事情なら仕方ないですよね。半額なんてひどすぎますから。あのバカ社長は本当に最低ですね。従業員もそう言って納得してくれたものの、これから10店舗分の野菜を準備するのは大変だろう。しかもご当地野菜と呼ばれるブランド野菜はほぼうちが独占して作っている。あの二代目社長は経営者としては失格ね。ほとんどうちが下ろしているということは、うちが手を引けばすぐに困るということなのに。それがわからなかったのだから仕方がないわよね。従業員も力強くうなずいてくれたけど、悪いのはあの二代目社長だけだ。仲のいいこの女性や他の従業員たちが被害を受けるのは申し訳ない。そうそう、
青果市場に行けばうちの野菜が手に入ると思うわよ。私の夫がいるから聞いてみて。ただ直売と違って今までよりも値段は高くなるけど。私がアドバイスをすると従業員はほっとしたような顔をした。助かります。結局料亭はなんとか営業できたものの、直売をやめて青果市場を通して野菜を買ったため、半額どころか今までの 1.5 倍くらいになったらしい。夫がニヤニヤしながら教えてくれた。従業員が買っていった後、高すぎると2代目社長からクレームの電話が入ったそうだ。夫が出て適正価格ですと突っぱねたらしい。夜になって2代目社長からうちにも電話がかかってきた。おい農民、以前と同じようにうちに直接納品しろ。この後に及んでまだ強気なのは、現実が見えていない残念な人間だからだろう。お断りします。はぁ、農民のくせに断るのかよ。俺は社長で偉いんだぞ。私はその言葉にふっと笑ってしまう。農民農民って言いますけど、だから何ですか。農業と料亭の経営者、職業にどっちが偉いなんてありませんよ。根拠なく他人を見下し、無茶な要求をして言うことを聞かないと怒鳴って脅すなんて最低です。そんな態度を取られて誰が言うことを聞くと思っているんですか。こっちは恫喝されたって被害届を出してもいいんですよ。え、被害届ってまさか警察に。二代目社長は私の言葉に驚いて途端にしどろもどろになった。親父がいないのに警察沙汰は困る。昔のこともあるし。ブツブツとつぶやき出したから私は釜をかけてみる。もしかしてあの噂は本当だったんですか。本当はどこかの飲食店でバカなことをして問題を起こしたって噂。そのせいで高校を退学して先代社長がお金を払ったっていう。おい、やめてくれ。それは内緒にしてくれ。俺が悪かった。本当にごめんなさい。もう電話しませんから勘弁してください。私の言葉を遮り、二代目社長は早口で謝ると電話を切ってしまった。私も念のため着信拒否した。あれから数ヶ月、市場に出すようになって高級料亭に出していた頃よりもずっと収入が増えた。従業員が市場からうちの野菜を仕入れるようになったから、従業員と夫を通して高級料亭がどうなったか話が伝わってくる。二代目社長は新たに直接契約してくれる農家を探していたけど、安すぎて誰も直接契約なんてしない。二代目社長のパワハラのせいで次々と従業員も辞めていった。営業が難しくなってしばらく休業した後、ファミリー向けの低価格店にリニューアルオープンをしたが、今までの客層とも合わず、結果は散々なものだった。結局周平が二代目社長になってから半年も経たないうちに高級料亭は倒産まで追い込まれ、多額の借金も抱えている。その頃、噂話で二代目社長は中退ではなく飲食店で問題を起こし、警察のお世話になって退学させられたのが本当だと聞いた。昔から色々と問題を起こしていたらしい。情報源の従業員も辞めてしまったため、その後の話はわからない。一方私は順調そのものだ。これからも農家の仕事に誇りを持って美味しい野菜を作っていきたい。